はい、ギャングパスの小林です。ということで今回ですね、淡路島バイクフェスタに出展させていただいております。ということで今日ね12月4日の日曜日なんですけども、今日本当に日和ということでですね、もう本当に晴天、天気にも恵まれてですね、最高のイベント日和となりそうです。淡路島バイクフェスタのですね状況ですね、お伝えできればなと思いましてですね、今回ねいろんな出展皆さんを巡っていこうかなと思いますので行きましょうかね。はい、ということでよろしくお願いします。で今回ね、カメラマンがですねいつもの平山君と変わりまして、大輔君となってますので、よろしくお願いします。さっきあれなんですね、ヘルメット持たせてもらったらめっちゃ軽かった。確かに。ちょっと持っていいですか。特にこれ僕今気になったんですけど、めっちゃ軽いんですよこれ。なんかもう値段も2万6000円ぐらいということで、めっちゃ安いんでね、後でほんまにね、ちょっと後でっていうかまた今日買うとは言えないですけど、本当にね欲しいなと思ってしまった一品なんで。いや多分隣にいてはるからちょっと悩むでしょ。悩んであもう行こうってなるでしょ。ちょっと機会があればというか、ちょっとすごい自分の仕事半分ぐらいほったらかして、そっちにちょっと興味持ちつつあるところはあるからね。巨大グレたかわ。でも白バイ売れたらもう10個分かってからなんですよ。そうですね。すいませんお邪魔しました。ありがとうございます。はい、ということでね、アップさんもね、そうですね、車両がカスタム車がいっぱい、マウンテン通信から、それから、はい、X とか、Z1 とかいっぱいですね、はい。で、まあ、実際こっちの面も撮ってるんですけど、この後ろの面もね、結構すごいことになってるんですよ、はい。カスタム車ね、はい。なんかこう気になる車両とか言ってくれたら、全然取っててくれたら、ね、まあ、どれもこれかな。これすごいんじゃないですか。こういうのがちょっとフューチャーチックなオイルに変更されてて、全体的に雰囲気で出てかっこいい。この今出てる現行のやつですよね。現行のね Z900RS に多分マフラーもこういう Z1、Z2 風の4本、バラバラなマフラーにホイールですね。まあ他もいろいろ変わってるんやとは思いますけども、ね、かっこいいですね。旧車風に見せつつの現行のバイクっていうところも残して、走ったら、要はそらそらすごいよと。すごくない？ほんまに V ですね。V 型に貴重な本気。僕も他のイベントで結構見させてもらったことあるんですけど、まあ結構迫力があって、この後ろから見た時の感じが。日本出てるみたいな。ナンバープレートとかついてる。あんまりちょっとガッツリ。あんまり打ちたらあかん感じだ。ありがとうございます。どうも。本当ね、もういっぱいありすぎて何から紹介したか分からない。確かに。どれぐらいの人なんで。一台一台巡ってたらもう。ちょっとね、時間が足りないぐらいなもんでね。そうですね。Z レースパーツだもんね。本当にお金の両替機のかかり方が半端じゃない。車両代別で軽く、まあね、300、400カラーの色合いを好きなんですよね。あー、いいっすよね。ただ、このイメージカラー的な感じもあるじゃないですかね。はい。全部ね、フレームね、カーボン巻きなんですよ。めちゃめちゃ金かかってますよ。カーボンでできてるわけではないと思うんですけど、カーボン巻き。まだ有名な。できてる台数が半端ない。一番多いんちゃう？多いんちゃいますか、一番。
的な。いいですよね。なんかこういうサービスあるんだね。有名人の方にはすごいね。ぜひ有名人が来ないから。これはもしや映画にも出てたの。そういうことでしょ。去年なんかこのバイクで映画で使われたバイクですっていうのを飾ってましたけどね。これはもしや CBX の1000じゃないですか。これ1000ですね。まあ映画としますよね。これまあまあ結構結構なコンディションですね。まあまあちょっとレストは出ると思います。まあ意外の音乗りやすいですよこの場合。たまに YouTube とかでも見るっすけどもええー、なーって思うんすけどね音が。ちなみにギャングパークのこの動画のチャンネルで一番最初に上げた動画が CBX 線のハイドリング。もう6年か5年ぐらい前になるんですけど、はい、まあ気をつかれて、気をつかれて、もしね、音が気になる方ね、一番最初の動画をチェックしてください。さっきの Z900RS をフルカスタムするとこうなっちゃうみたいな。パッと見、なんか旧車っぽいなっていう。全然いいですよね。まあ、細かく見たら、やっぱこう現代風。現代風っていうのはあります。ステップとかが多分かっこいいんですよ、こうやって。こだわりのね、鉄でこだわって全部作ってるっていうのが、で多分これもともとアンダーフレームついてないけどアンダーフレームつけたりとかで、サスのリンク周りとかも純正のって結構しょぼいですよ。それをこうあえてねおしゃれにしてる。すごいですね、うん、だこだわりのおしゃれさ、マスターのチタンコン、うん、いいっすよね。こういうずっとホースに伸ばしてちょっと別のとこにつけたりっていうのも、ね、うんうん、ここにドカンとね直みたいな。そうそうそう、まあまあ本当にクオリティ高めな車両になっているかなと思う。色もなんかおしゃれですよね、マットグリーン。ここまでやるともう完全におしゃれやね、うん、まあこれのまあまあね俺の名車ですよ、マットグリーン。実はですね、まあまあいいですよね。ぽい、行きましょう。あ、ありがとうございます。どこから回りますか。どこから行きますか。社長様任せで、興味のあるところに。興味のあるところ、うん、これや、まあ、全部が全部興味湧くんですけどね。ほんまに全部回ったらもう時間がない。そうですね、全然ないで、自分のブースにも戻らなあかんしっていうところ。まあ、ほんまいろんな目標ですから、すごいですね、うん、はい、後ろみたいなこのパーツでいいな、うん、すごいってはるんですごいな、うん、ね、綺麗か、うん、綺麗ですね。できることなら展示もしたくないぐらい綺麗、うん、はい、これぐらいまでやられてたら基本的にクオリティも高くなってやってる感じもありますし、中途半端にやられるんやったらこれぐらいしっかりしてる方がしっかりしてるよっていう感じですね。まあ当店でもね言ってもらえたらこれの CBX この距離ほんまもんで、ね、この状態で出てきたって言ったらね分からんでもね。まあまあこの状態でこれぐらいのコンディションが出てきたらね本当すごいことやと思いますし、もうその時の値段って300万400万いくかなと思う。逆にこれをここまで追いつかせてもなかなかすごいですね。いやもう投資家でしょっていう感じで見ていきたいなと思います。しかもちょっとね視聴者さん見たみたいですごく嬉しかった。あの人似てるという言われて、マジで嬉しいね。似てるね。頭もね、こんなところに出演されてます。シビックス先ほど戦後あれはあれでいいですね。これはなんか古い旧車をちょっと現代風に持っていったよ。現代に現行、うん、結構風、現行風、はい、実際問題ここまでやるやんか、うん、やると乗り心地はほんまにすごいな、うん、そやね、昔のサスに比べたらいやもう全部がすごくない、うん、あえてやりすぎるとフレームがやっぱ頼んないよ、うんうん、
だから当時のフレームって持ったら分かるやんけど軽いのよね、うん、ただ今の現行車のフレーム持ったらそれも分かるやんけど重たい、うん、それなりになんかしっかりしてるから、うん、その辺にちょっと足回りガチクって固めすぎると、うん、その辺がまた大変になるっていう、うん、まあ、そんな感じで ね、まあ、こんなこういった感じで旧車カスタムされてる人もちゃんと多いですね。もうでもぐるって一周回ったんですね。回れた。でもまだね、会場9時なんですけど今9時15分9時15分でこれなんでまだまだこれが昼時までが一番、うんうん、そうね、今から昼時ちょうどまあ昼飯食ってじゃあ帰ろっかぐらいで今ぐらい来てたらちょっとまあようおったかなっていう時間帯ぐらいになるんですね。逆にあともう一回イベントとしてこう何て言うの並んでるやつにジャモンつけていくっていうのいやこれはないやろみたいな。いやまあ一つでやっぱ好みがありますからねバイクって、うん、それをこう押し付けるのは良くないけどまあまあ僕らの僕の意見としてこういやこれはないやろありやろうもあり、うん、そうですかね。その人はありやと思って飲んでるわけですからねそれの人数が多いか少ないかっていうそんな感じ、うん、まあざっくりねこれで一周回ってきました。いろんな出店者さんいらっしゃったんですけども、ね、とてもね今日一日中、今日3時はですね今9時15分なんですけどまで、頑張っていきたいなと思いますので、はい、どうしてね今年先ほど聞いたんですけどこのイベント今年でねこの会場を使ってするのが最後らしいなので来年もよかったらまた来てくださいねみたいなことを言いたいんですけどちょっと言えないのが残念です。ただまあもう一度ね、主催者さんの方には頑張ってもらって違うところでこういったイベントまた開催してもらいたいなと思いますので、はい、それとまあいろんなところね、出店していきますのでうちはねうちで、はい、またご支援ご視聴のほどよろしくお願いしますということで、はい、ということで今回はね、こんな感じで締めさせてもらいたいなと思います。ありがとうございました。